はい、まもなく屋台の引き回しが行われる鍛冶町通りからお伝えします。今日はこの大通りにずらりと30台の屋台が並んでいまして、先ほどまでこの大通りで豪華な吹奏楽のパレードが行われていました。沿道には多くの人が詰めかけましてね、皆さんカメラを片手に見入っていらっしゃいましたよ。さあ、そして私の後ろにあるのがこの地元鍛冶町の屋台です。とっても迫力があるんですよ。で、今上ではこれからの引き回しに向けて小学生の皆さんがお囃子の練習をしているということなんです。力強い演奏ですよね。皆さん小学校1年生から6年生総勢9人で演奏をするということなんです。さあ、このお祭りは初子を祝うお祭りとあって、主役は子どもなんですけれども、その子どもにもっと楽しんでもらいたいという思いからたくさんサポートをしてくれました。鍛冶町の組長飛田さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。この本番を迎える子どもたちの表情を見ていかがですか？はい、そうですね、毎日練習一生懸命練習していましたので、今日もいい演奏をしてくれると思います。そうですね、はい、楽しみですね。そうですね。さあ、そして5年ぶりに会場での飲酒が解禁となりましたが、はい、大人たちももっと楽しめそうですね。そうですね、5年ぶりの完全開催ということで、うん、飲酒もできてみんな喜んでると思います。そうですよね、はい、組長はどうですか？この後飲む予定はございますか？そうですね、今日1日、ね、安全に屋台とか、祭りが終わるまで飲めないのかなとちょっと思っております。あ、じゃあしっかり安全に終わったらグッと一杯。そうですね、そうですね、はい、楽しんでください、はい、どうもありがとうございました。そして先ほど演奏していた小学生の方にもお話伺います。今日はよろしくお願いします。小学校6年生の河合さなちゃんです。こんにちは。どれぐらい練習してきたんですか？10日間練習しました。で、1年生はまだ小さいのにとても頑張っていて驚きました。そうなんですね、やっぱ先輩から見てそういう思いもあったんですね。はい。この演奏は初めてなんですか？コロナでできなかったんですけど、今年はお父さんが鍛冶町で出ると言っていたので、はい、私もお囃子でやろうと思って参加しました。そうなんですね、初めてということで緊張はしませんか？とても緊張していますが、でも最高の浜松祭りにしたいです。もう全然緊張してるように見えないですけれどもね。どんなところを見てほしいですか？鍛冶町の名前がついた鍛冶町音頭や小鍛冶という曲を基本的に頑張っていきたいです。頑張りたいです。ありがとうございます。たくさん練習しましたからね、はい、これから頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、この引き回しは午後6時30分から行われます。北村さん、どうですか？楽しみですよね。いや、盛り上がってますね。参加される皆さんも、よく見えるんですけれども、見物されてる方も結構いらっしゃいますね。はい、そうなんですよ。皆さん地元の方はもちろんですけれども、埼玉だったり神奈川だったり、そういった関東圏から来たという方もいらっしゃいました。そしてですね、やっぱり目立つのは外国人観光客の方で、皆さん写真を撮ったり音楽を楽しんだりしていらっしゃいましたよ、ね、迫力もありますから外国人の方にとっても楽しいでしょうね。熊崎さんも初めての浜松祭り楽しんでください、ありがとうございますさあ、そしてこのお祭りなんですけれども、このお祭り自体に172町が参加していまして、この引き回しには3日間で85町が参加するという、本当に大規模で豪華絢爛な屋台が見られるということなんです。これから浜松祭りの夜盛り上げてくれそうです。以上、中継でお伝えしました。